よし、完成。カイト喜んでくれるかな？あ、いっけない。もうこんな時間。バス乗り遅れちゃう。僕の名前はマセガキマセタ。女の子をこよなく愛す小学2年生。今日は僕の8歳のお誕生日。だからママとニャンニャンランドに遊びに行くはずだったんだけど。ごめんね。せっかくの誕生日なのにこんなことになっちゃって。あの、どうかしましたか？えへへ、誕生日に会いに来てくれるなんて嬉しいの。こりゃ迎えに行っちゃらなな。カイト、ちょっといいか？こちらマセガキさん、隣町に行く途中で車が故障したらしくてな。修理屋で直してくるけ。終わるまで息子のマセタ君任せていいか？ええよ。兄ちゃんと一緒に待ってような。ねえお兄ちゃん、僕をどこへ誘拐する気？誘拐？そんなんせんよ。今からわしの彼女が来るんよ。じゃけえ迎えに行っちゃるんじゃ。めちゃくちゃ可愛い子じゃけえびっくりするぞ。へえ、それ全部妄想。到着。ココロちゃん、迎えに来たよ。あ、白馬の王子様、久しぶり。会いたかったわ。キャーカイト、私もすっごい会いたかった。お迎えに上がりましたお姫様。ん？僕マセタって言うんだ。よろしくね可愛いお姉ちゃん。誰？さっきババアにこのコンチの車の修理が終わるまで一緒に待つよう任されたんよ。そうなんだ。よろしくねマセタくん。じゃけえわしらで遊んであげよう。今日は二人っきりが良かったんだけどな。ま、しょうがないか。私子供好きだし、たくさん遊んであげよう。と。な、何この子。本当に子供？一瞬変なのが見えたような。中に親父でも宿してる？ココロちゃん馬乗るか？あ、うん。乗る乗る。す。うわぁ。すごい。ち、僕もお馬さん乗りたい乗りたい。ええよ、今持ち上げちゃるけね。あ、僕お兄ちゃんとは乗りたくない。だって臭いんだもん。早く降りて。く、くさ。冷蔵庫借りるね。おう、わしちょっと風呂入ってくるけ。部屋でマセタと待っちょって。オッケー。あとでケーキ渡そっと。お姉ちゃん何入れてるの？ぐへへ。別に。わしってそんなに匂うんかな？ねえ、お姉ちゃんって本当に可愛いよね。いい匂いもするし。大好き。あ、ありがとう。お姉ちゃんさ、僕の彼女にならない？なんだろうこの子。変態親父にしか見えない。やっぱり、生理的に無理かも。子供相手だけど、一応牽制しておくか。お姉ちゃんはカイトお兄ちゃんの彼女だよ。だからマセタ君の彼女にはなれないな。それに私たち年が離れすぎてるっていうか。そんなの関係ないよ。ストップストップ。もうお姉ちゃん、待って逃げると追いかけたくなっちゃうよ。無理。それ以上近づかないで。やだ。やっと帰ってきた。どうしたんココロちゃん、そんなに怯えて可愛いの？そうじゃマセタ、どうじゃ。風呂入ってきたけもう匂わんじゃろ。男の僕に触るな。マセタは可愛いの。わしの弟にしちゃろうか。やめてください。お姉ちゃん助けて。何して遊ぶ？カイトって子供好きなんだ。将来いいお父さんになりそう。
これ見て遊びたい。え？それは口元厚美の写真集じゃねえか。誰ですか？あの人。私がいるのになんでこんなの持ってるわけ。やべえ、こういう系は全部捨てたと思っちゃったのに。な、なんじゃこれ。こんなんわし知らんぞ。ショルボの忘れ物かの。マセタこれいるか？え？いるならやるぞ。やった！子供になんて物あげてんのよ。没収します。すみません、すみません、すみません、すみません。今日の僕本当についてない。にゃんにゃんランドに行けなかった上に、お姉ちゃんにも煙たがられ、写真も燃やされちゃうなんて。マセタ君。別に意地悪してるわけじゃないんだよ。ああいうのは、もうちょっと大人になってからね。わかってくれたかな？普通に遊ぼう。やっぱり、女の子は本物に限るね。助けてカイト。さあ、二人とも潮干狩りでもするか。触らないで。ちょ、この子離して。うわー、もうやだ。マセタ、ちゃんと野菜も食べなさい。僕野菜嫌い。好き嫌いはいけんよ。さっきまでいいお父さんになりそうとか思ってたけど、なんていうか、ちょっと構いすぎじゃない？私の相手もしなさいよ。とりゃこっち来ないで。おい、あんまりココロちゃんにいたずらしちゃいけんよ。困っちょるじゃろ。カイトやっと構ってくれた。大好き。あーもう。お兄ちゃんばっかりずるい。僕もギューってされたいよ。ほれ、お兄ちゃんとはしたくないってば。話せ。ポカーン。もう。ドーン。僕の勝ち。大丈夫？誕生日なのに災難だったね。誕生日？もしかして忘れてた？さっきまで覚えちょったんじゃけど、マセタが来てから頭から抜けちょったわ。私今日ケーキ手作りしてきたんだ。今から一緒に食べよ。マジで？ジュースジュース。あ、これってお姉ちゃんがさっき入れてたやつだよね。僕のために用意してくれてたんだ。いただきます。痛いのもう大丈夫？おう、全開じゃ。マグ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 。マセタ君、それ。あ、お姉ちゃんたちお帰りなさい。そのケーキって、冷蔵庫にあったやつ？うん、そうだよ。お姉ちゃん、僕のために作ってくれたんでしょ？とっても美味しかったよ。違う。それカイトにあげるために作ったケーキ。マセタ君のじゃない。え？なんで勝手に食べるの？落ち着いて、ココロちゃん。あ、まだ残っちょるじゃ。うん。うまい。ココロちゃんは本当に料理上手じゃね。ありがとうな。私はそんな食べ草しをあげたかったんじゃないもん。ココロ。僕、今日誕生日だから自分のだと思って食べちゃった。マセタ。一緒に謝りに行くか。お姉ちゃんすっごく怒ってた。許してくれるかな。大丈夫大丈夫、兄ちゃんがついちょるけ。はあ、ちょっと大人げなかったかも。私一番年上なのに。でもさ、めちゃくちゃ頑張って作ったケーキだったんだよ。せめて一番最初に食べてもらいたかった。やっぱここにおった。マセタが謝りたいってさ。勝手にケーキ食べてごめんね、お姉ちゃん。マセタも今日が誕生日じゃったんじゃって。え？自分のケーキじゃと思って食ってしまったらしいわ。ごめんなさい。私ね、本当は料理上手とかじゃないんだ。
だから何日も前から練習して今日も早起きしてあのケーキ作ったの。そうじゃったんか。わしのために頑張って作ってくれてありがとうな。すげえうまかった。マセタ君、お姉ちゃんもう怒ってないから泣かないで。私もちょっと大人げない態度とってごめんね。お誕生日おめでとう。マセタ君はお兄ちゃんにはちゃんと謝った？ケーキ以外にも蹴ったりいろいろしてたでしょ？うん、まだ。じゃあ謝ろっか。お兄ちゃん、ごめんなさい。なあなあ、今からみんなで誕生日ケーキ作らんか？うちの牧場で作った食材使ってさ。それいいね。僕も手伝う。みんなで作ったからか、こっちの方が美味しそうにできた気がする。食べるのが楽しみじゃね。おーい、マセタ、ケーキできたぞ。って。ありゃ、寝ちょるわ。疲れたのかもね。鼻にクリームついてるよ。取ってあげる。ちょ、ココロちゃん、普通に取ってよ。え？今日は、マセタの面倒を見てくださって本当にありがとうございました。いえいえ、わし弟ができたみたいで楽しかったっす。ちょ、カイト。マセタ、お姉さん困ってるでしょ。離れなさい。帰るわよ。やだやだ、僕帰りたくない。だって僕が帰った後絶対この二人イチャイチャするもん。そんな気がする。さっきもキッチンでチュッチュッ。な、何言ってんのよこのマセガキ。っていうか見てたの。こらマセタ、わがまま言ってないで行くわよ。帰りたくない。そんなにわがまま言うなら、明日ニャンニャンランド連れて行ってあげないわよ。それでもいいの？え？またいつでも遊びに来いさい。マッチョルケ、な。うん。わかった。また一緒に遊んでね。バイバーイ。じゃあな。マセタ君また来てくれるといいね。じゃね。マセタ、今日は誕生日なのに一緒にいてあげられなくてごめんね。うん、いいよ。とっても楽しかったから。